アントニオ・ホドリゴのゲーラは、ブラジルの元男性総合格闘家、柔術家、バイイア州、ビトリアダ・コンキスタ出身、チームのゲーラ主催、元プライドヘビー級王者、元 UFC 世界ヘビー級暫定王者、UFC 殿堂入り。プライドでは総合格闘技における柔術の技術の高さや極めの強さから、柔術マジシャンや、千の技を持つ男と称され、 エメリアー・エンコ・ヒョードル、ミルコ・クロコップと共にプライドヘビー級3強の一角を担った。無人像のスタミナと驚異的なタフネスを持ち、どんなに劣勢に立たされても折れることのない不屈の精神力は多くのファイターや格闘技ファンからリスペクトされていた。また、寝技だけでなく、スタンドでもハイレベルなボクシングテクニックは誇り、00ゼロゼロ年代半ばには数少なかった。 コンプリートファイターの一人であった。一卵性ソーセ生児の弟アントニオ・ホジェリオのゲーラも総合格闘家である。1976年、ビトリア・ダ・コンキスタの農場で父アミルトン、母マリーナの間に生まれる。4歳から柔道をはじめ、10代半ば頃には、ブラジルのボクシングオリンピックコーチのルイス・カルロス・ドレアからボクシングを学んでいた。11歳の頃、 トラックの下敷きになるという事故で両肺が潰れ、肋骨一本と肝臓の一部を失う、大怪我を負い、丸4日間生死の境をさまよう。当時の医者には二度と歩けなくなるとまで宣告されたが、懸命のリハビリによって回復した。背中の右肩甲骨下に大きく凹んだ傷跡が、その事故の名残である。百九十三年、アメリカで開催された UFC でのホイスグレイシーの 活躍に憧れ、17歳の時ヒカルド・デラヒーバの弟子、ギリエル・メア・サットの下で、ブラジリアン柔術を始め、その後はデラヒーバに直接指示した。1999年1月、パンアメリカン柔術選手権に出場し、チャオビ・ペサ・ディシモ級で優勝、またアブソルート級では、決勝で、ジバニュード・サンターナを下し2冠を達成し、22歳で、デラヒーバから、 ブラジリアン柔術黒帯を授与された。その後アメリカに移住し、パンダムの活躍によりウェフのプロモーターにスカウトされる。6月12日にデビット・ドット・戦でプロ総合格闘技デビュー。また7月にはムンジアルに出場し、黒帯無差別級でベスト4に進出するも、準決勝でホベルト惚れた曲がりアイスに敗れている。また、この年に柔道の黒帯も取得している。 1999年10月28日、リングス参戦のために初来日。キング・オブ・キングス1999トーナメントでは、バレンタイン・オー・フレーム、コーチキン・ユーリ、アンドレコピーロフを破るも、準決勝のダンヘンダーソンとの対戦では、延長ラウンドで数度のテイクダウンを奪い、かつマウントポジションを何度も取ると、終始優勢に試合を運んだにもかかわらず、 審議員判定という判定によって敗れる。試合後、ノゲーラの部屋に、ヘンダーソンからビールが1ダース届けられた。2000年1月15日、ジョージア州のロームフォーラムシビックセンターで行われた、ワールドエクストリームファイティング8のヘビー級、スーパーファイト王座決定戦で、ジェレミー・ホーンと対戦し、判定勝ちを収め王座獲得に成功した。同年3月には、 第3回アブダビコンバット 99kg 以上級に出場。1回戦でショーン・アルバレスにポイント勝ちするものの2回戦でリコ・ロドリゲスに膝十字固めで敗退した。同年10月9日に開幕したリングス・キング・オブ・キングス2000トーナメントでは1回戦でラバザノフ・アフメット2回戦で田村清志史準々決勝でボルカハン準決勝で 金原博光、2001年2月24日の決勝でバレンタインオーフレームを立て続きに破り優勝を果たした。同年、カーウソングレーシー充実アカデミーの分裂に際して、マリオ・スペイヒー、ムリーロ・ロブ・スタマンチラと共にブラジリアントップチームとして独立する。2001年より総合格闘技、イベントプライドに参戦。初戦の相手ゲイリー・グッドリッチを、 三角締めで破ると、二戦目には、前年のプライドグランプリの覇者、マーク・コールマンと対戦。三角締めでコールマンが立ち上がったのに合わせ腕必死に、三角固めに移行し、タップアウト勝利を収めた。プライド17では新設されたヘビー級王座をかけ、キースヒーリングと対戦し、判定勝ちを収め王座獲得に成功した。2002年2月24日、プライド、 19で、遠征に井の上の引退試合の相手を務める。試合はガードからアームロックを極めたが、遠征がタップしないため三角締めに切り替え、最後は締め落とし一本勝ち。8月8日には、u o レジェンドに出場し、菊田さなえと対決、寝技の攻防で一本は奪えなかったものの、スタンドの打撃で攻勢に立ち、最後は、右ストレートで失神小勝ち。 8月28日、ダイナマイトデボブサップと対戦。実に 50kg 以上にも及ぶ、体重差とサップのパワーに苦しめられるが、腕ひしに十字固めにより、逆転一本勝利を収めた。11月24日、プライド23のセームシュルト戦ではタックルを切られるなど手こずる場面もあったが、最後はマウントからの三角締めで勝利した。 一ヶ月後のプライド24にも出場、リングス時代に敗北を喫したダンヘンダーソンと再戦し、オモプラッタで主導権を握り、腕ひしぎ十字固めで一本勝ちを収めた。2003年3月16日、プライド25でエメリアエンコ・ヒョードルとの初防衛戦に挑んだが、ノゲーラの寝技を研究し尽くしたヒョードルの戦略と強烈なパウンドの前に圧倒され、 判定で敗れ王座貫落。8月10日、プライドグランプリ2003開幕戦のワンマッチで、元 UFC 世界ヘビー級王者リコロドリゲスと対戦。判定により勝利を収めたが、プライドと UFC の判定基準の相違により、物議を醸す結果となった。後に、英語版公式サイトにて判定に関する説明が行われた。11月9日、 ヒョードルの怪我によるミルコクロコップとのヘビー級暫定王座をかけた一戦ではテイクダウンを奪えずスタンドでレッシセに立ち 1R 終了間際には左ハイキックでダウン、かろうじてゴングに救われた 2R は開始早々テイクダウンからマウントを奪いミルコのブリッジに合わせて腕ひしぎ十字固めで逆転一本勝ちを収め王座獲得に成功した2004年に開催された プライドヘビー級グランプリでは、1回戦で横井博志を、2回戦でヒースヒーリングにいずれも審議、スピニングジョークで一本勝ちを収め、ベスト4に進出する。8月15日、グランプリ準決勝でセルゲイ・ハリトーノフを判定で下し、決勝では因縁のヒョードルと再戦するも、偶然のバッティングにより、ヒョードルが出血したため、無効試合に終わる。 2004年大晦日のプライド男祭り2004のメインイベントでプライドヘビー級王座と同ヘビー級 GP 王座の両タイトルをかけて表ドルと3度目の対戦。パウンド対策は身を結んだものの打撃、寝技の両面において完封され判定負けを喫し、王座獲得に失敗した。なお、この日は会場入りが大幅に遅れてしまい、オープニングセレモニーに間に合わなかった。 そのため、双子の弟のホジェリオに、代打で、セレモニーに参加してもらっていた。2005年は6月26日のプライドグランプリ2005セカンドラウンドで、パウエルナツラにマウントパンチで、TKO 勝利を収めた。この年は1試合の出場にとどまった。2006年は、プライド無差別 QGP に、出場、1回戦で、ツール、2回戦で、ファブリシオベブズムを破って、 順当に勝ち上がる。9月10日、準決勝のジョシュ・バーネット戦では、プライド史上に残る寝技対決の末、金差の判定1から2で敗れるも、12月31日の、再戦では3から0の判定勝利を収め、リベンジを果たした。2007年4月5日の UFC ファイトナイト、スティーブンソン VS ゲ、ゲヤドを、 UFC のダナホワイト社長と共に観戦し、続く4月8日の UFC69 でオクタゴンに登場。ダナホワイト社長から UFC に参戦することが正式に発表された。また、これに前後して長年在籍したブラジリアントップチームを脱退。アメリカントップチームやブラックハウスでトレーニングを積みながら、アメリカに自身の新しいチーム、チームのゲーラを発足した。 2007年7月7日、UFC デビューとなる UFC73 のヒース・ヒーリングとの3度目の対戦では、1R 終盤にヒーリングのハイキックでダウンを奪われるも、それ以外では終始試合を支配して判定勝ちを収めた。2008年2月2日、UFC81 の UFC 世界ヘビー級暫定王座決定戦で、ティム・シルビアと対戦。 1R にはダウンを奪われるなど劣勢であったが、3R にスイープからのギロチンチョークで一本勝ちを収め王座獲得に成功した。また、この試合は、同大会のファイトオブザナイトに選ばれた。2008年9月、ザ・アルティメット・ファイターの第8シーズンでフランク・ミアと共にコーチを務めた。2008年12月27日、初の暫定王座防衛戦となった。 UFC92 でフランクミアと対戦。左フックで倒されたところにパウンドを連打され、TKO 負けを喫し王座陥落した。ダナホワイトによると、1週間前まで武道球筋感染で入院していたという。また、この試合を終えて、すぐに膝の手術を行った。2009年8月29日、復帰戦となった UFC102 では2度のダウンを奪って、 ランディク・ートアに判定勝ちを収め、王者ブロックレスナーへの挑戦、ミアとの再戦をアピールした。ファイト・オブ・ザ・ナイトを受賞した。2010年2月20日、UFC 初、進出オーストラリア・シドニーで開催された、UFC110 のメインイベントで、ケイン・ベラスケスと対戦。1R2 分20秒、右ストレートからのパウンドで小負け。 2010年9月25日の UFC119 で決まっていたフランク・ミアとの再戦をキャンセルして、故障箇所の腰と膝の手術を受けた。2011年8月27日、約1年6ヶ月振りの復帰戦をブラジルで開催された UFC134 でブレンダン・シャウブと対戦し、1RKO 勝ち。ノックアウト・オブ・ザ・ナイトを受賞した。 2011年12月10日、UFC140 でフランク・ミアと約3年ぶりに再戦。パンチでダウンを奪うも、木村ロックで逆転の一本負け、キャリア初の一本負けとなった。フィニッシュの木村ロックで右腕を骨折する重傷を負った。2012年10月13日、ブラジルで開催された UFC153 でデーブ・ハーマンと対戦し、 にアールに腕ひしぎ十字固めで一本勝ち。サブミッションオブザナイトを受賞した。2013年、ザ・アルティメット・ファイター、ブラジルにで、ファブリシオ・ベウルムと、コーチ役を務める。6月8日の UFC オン・フュー・ル t v 1 0で、ヘビー級ランキング3位のベウルムと約7年ぶりに、再戦。にアールに腕ひしぎ十字固めを極められて一本負け。2014年4月11日、 UFC ファイトナイト、ノゲーラ VS、ネルソンで、ヘビー級ランキング9位のロイ・ネルソンと対戦し、失神後負け。試合後、ダナホワイトに引退勧告を受けた。2015年3月、膝と腰と肘の幹細胞治療を受けた。2015年8月1日、約1年4ヶ月ぶりの復帰戦を、UFC190 でヘビー級ランキング15位の、ステファン・ストルーフェと対戦し、 判定負け。現役引退2015年9月1日現役引退を発表。引退後は UFC ブラジルでのアスリートリレーションズアンバーサダーに就任することになった。ありがとうございます。